はい、こんにちは、さくらです。今日は誰でも簡単に 3D アバターが作れるアプリ、ウイロイドスタジオを紹介していきますので、興味のある人はぜひ最後までご視聴ください。また、このチャンネルでは、伝えるをコンセプトに、毎回テーマを設けて話をしているチャンネルになりますので、よろしければチャンネル登録お願いします。それでは早速やっていきましょう。まずはこの Vloid Studio がどういったアプリなのかを簡単に説明します。 3D キャラクターソフトウェアという形で誰でも簡単に 3D キャラクターを作ることができます。無料でダウンロードすることができ、 Steam 版、 Windows 版、Mac 版の3種類が使えるようになっています。自身の環境に合わせてダウンロードをしてください。直感的な操作感と高いカスタマイズ性、初心者から上級者まで自分だけのオリジナルキャラクターが作れます。私のような 3D 初心者でも簡単に作ることができます。それに加えてオリジナリティを表現することもできます。そして先ほどもお伝えしたように無料で利用することができます。キャラクター素体を自由にカスタマイズすることができ、カスタマイズ可能なたくさんのアイテム、細かく直感的に変更できる顔、体、これらのおかげで 3D 初心者の方でも自由に扱うことができます。テンプレートを選んで服をデザインすることができます。アクセサリーもワンクリックで追加することができます。ペンツールを使えば本格的に思い通りにテクスチャーを書き込むことができます。合わせて絵を描くように髪型をモデリングすることができます。制作したキャラクターモデルは自由に利用可能です。それでは実際に Vloid Studio を操作してみたいと思います。起動させると新規作成とサンプルモデルの2つがあります。サンプルモデルは初めから3つのキャラクターがあると思うので参考にしてみるといいと思います。試しに新規作成を押してみます。そうするとベースの選択というのが出てくるので、女性キャラと男性キャラの2つが選べます。試しに女性キャラを選んでみます。ロードするとこのようなキャラクターが出てきます。これをベースにいろいろ顔や髪型、体型、衣装、アクセサリー、ルックなどを考えていきます。試しにここ顔のセットというのがありますので、ちょっとクリックして、そうすると顔の表情が変わりますね。これいろんなベースがあるので好きなものを選んでみるといいと思います。細かく設定していくと目のセット、こういった部分ですね。これもこちらの右側のパラメータの方で目の横幅だったりとか、あ、ちょっと 顔がちっちゃいので、これマウスの中ホイールで変えてあげると顔近づいてくるので、で、例えば目の横幅をちっちゃくしたいなって言ったら、このパラメータを下げてあげたり、目の縦幅も同じように変えてあげたりすることもできます。これ全部パラメータは共通しているので、上げたり下げたりすることで、どん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 顔の表情が変わります。で、瞳、
色を変えたりとか、こうやって青とかにすることもできます。まあちょっと今回は試しにやってるだけなのでそんなにいじらないですけども、まあ、カスタマイズはどん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 こうやって選ぶことができるので、で髪型も三つ編み系、あ、これマウスを右クリックしながら動かせばキャラクターがくるくる動きますんで、ポニーテール系とかもできます。で体型も女性キャラにしてはもうちょっと身長を低くしたりとか、あとこれだと頭の大きさがバランス悪いかなって感じするので、これで下げてあげれば頭身も変わります。で衣装なんかも全身セットという感じで選ぶことができます。今デフォルトだとこの T シャツと短パンみたいのになってるんですけど、例えばセーラー服着せたりとかしたい場合はこれクリックしてくれれば変わります。で例えばトップスだけ変えたいよって言ったらトップスのところをクリックして、サンプルを選んであげればこうやって変えることができます。で靴なんかもねこうやっていろいろ種類があるので、選んでいくと変わります。でアクセサリー系はこのアクセサリークリックしてアクセサリーを追加で、まあメガネ、あとはエモ耳、まあ、ウサ耳なんか、でこうやって簡単にカスタマイズすることができます。であとはこのアウトラインっていうのがあって、ここを上げてあげると線のアウトラインの部分が強く出たりとか、まあ、顔の部分も強めに、そうすると 3D っぽい感じではなくちょっと 2D チックな近さもあります。でも変えてあげると、でこうやって簡単に誰でも作ることができちゃいます。もっとこだわっていくと全然違うキャラクターが作れるんですけど、これまあ試しにポン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 あるもので作ってみたのがこういったキャラクターですよっていう例です。この Vloid Studio を使って新しいキャラクターを作ってみました。それがこちらになります。こちらのキャラクターを新たに 3D で作ってみました。こういった和風メインでキャラクターを作ってみたんですけど、どうですかね。次回からはこのキャラクターも使ってみようかなと思っています。ちょっと紫をベースに、紫とピンクをベースにキャラクター自体は作ってみました。で、顔周りなんかは今のキャラクターに寄せたような顔にしてみました。まあ瞳の色とかそういった部分ですね。あとはこの髪の毛なんかは、まあ、ピンクと紫の中間のちょっと白が混じってる感じの銀というか、まあ、衣装もそれに合わせて、まあ、この衣装はムースで無料で使える衣装があったので、まあ、テクスチャーからね取り込んで見たのがこの衣装です。結構キャラクターにマッチしたかなって思ってます。
体とかその辺は顔とかはこの選ぶやつで来ることできたんですけど、この衣装まで行くとね、やっぱりなんだ、専門知識まではいかないんでしょうけど、やっぱセンスのある人の方がうまいので、もうそれをちょっとお借りしてきた方がいいかなっていうので、まあ体とか顔とか頑張ってやってあるもので頑張ってみましたんで、次回はまあこのキャラクターを使ってみようかなと思います。最後まとめになりますが、Vloid Studio は無料で使える、初心者でも簡単、オリジナリティを表現することができる、カスタマイズ性が高い、テンプレートが豊富、ペンツールも使える、モデルは自由に利用可能。 Vloid Studio を使って誰でも簡単に 3D キャラクターを作ることができるので、興味のある人は一度使ってみるといいでしょう。以上で Vloid Studio の紹介でした。それじゃあまたねー。